時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。思い人小田切慶に捧げる究極の花を探す旅の最中にいた立花右京は、うつしおと隔離王が交わる場所に幻の花が咲くという噂を耳にする。それこそが己の求める究極の花であるかもしれない。彼は幾幕の希望を抱え見果てぬ場所へ旅立つのであった。三方ヶ原。私を呼んだのはお前。立花右京 VS 四季、いざ尋常に一本目勝負。そりゃえっ、えっ、ダメよ。手に咲く饅頭射撃、勝負あり。勝者立花右京、久方の雨に濡れゆく姫日扇。
いざ尋常に一本目勝負。つばめ返し。ふっ、刺されよ。つばめ返し。ふっ、うわ。つばめ返し。つばめ返し。勝者立花右京。二本目勝負。つばめ返し。刺さる。つばめ返し。ラストブレイ。つばめ返し。つばめ返し。捕らえた。せっ。捕らえた。ヘア。ラスマブレイ。ゼッ。神武道一刀流。ヘア。黄昏や両の手に咲く万寿射撃。勝者立花右京。あかねさす昼のひなげし、おいらかに。グリーンヘル。いざ尋常に一本目勝負。つばめ返し。バグナバグナ。つばめ返し。バグナティア。バグナティア。勝者立花右京。二本目勝負。つばめ返し。つばめ返し。つばめ返し。捕らえた。バグナバグナ。勝者立花右京。面妖な。しかしその面風情が。あなたなしや、あな苦しや、憎し、憎し、憎し。熊野古道。
売られたいざ尋常に一本目勝負お願い。つばめ返し。オラフ売れな。勝者橘右京。二本目勝負。キャッチ。つばめ返し。キャッチ。つばめ返し。黄昏や両の手に咲く饅頭射撃。勝者橘右京。うん、恐ろしい武器であれ、刃に絡め取られなければ。いざ尋常に一本目勝負なでしこ。しばきなでしこ。おっと上だぜ。俺はまだ満足してないぜ。最終戦勝負つばめ返し。つばめ返し。つばめ返し。なでしこなでしこ。つばめ6連。
橘右京。ん？やったー！素敵じゃないか！私には終わった。カムイコタン。いざ尋常に一本目勝負。お願い。ザタメ。お願いママ。ええ。ザザザッ。お願い。勝者橘右京。二本目。最終戦勝負。つまめ返し。つまめ返し。つまめ返し。捕らえた。捕らえた。捕らえた。勝者橘右京。散り手の地。最初は いざ尋常に一本目勝負。つまめ返し。はあ、つまめ返し。よいしょ。うん、つまめ返し。つまめ返し。よいしょ。つつまめ返し。勝者橘右京。二本目勝負。つまめ返し。よいしょ。つまめ返し。つまめ返し。相手によくぶ。捕らえた。捕らえた。あおつなに。あおつなに。うわ。勝者
橘右京、うん、お なぜ私の道を塞ぐ貴殿の気迫陶器、どうしてそこまで生き急ぐのだ。そんなもん決まってんだろ。天下無双、それが俺の目指す道さ。あんたも剣の道を歩く侍だってんなら、その刀を抜きな。やろうぜ。橘右京 VS 覇王丸、いざ尋常に一本目勝負。つばめ返し、つばめ返し、立花右京二本目勝負。つばめ返し、トライ、つばめ返し、つばめ返し、勝負あり。勝者橘右京、うん、天下無双、鬼気迫る貴殿の剣はいい。いつの日か気があればもう一度。静か千年桜。憎し、悪も苦しい私を。うつしおと隔離おの境、ここしかし哀れな私の手で攻めて。
橘右京 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。つばめ返す、さきつばめ返す、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 来るな、うん、手に咲く饅頭射撃。勝者橘右京。許せぬ、この世がそなたが。右京、私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、
幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の魂を弔うように、辺り一面には桜が咲き乱れている。弔いを済ませ去ろうとした右京は、その一本の小さな枝に気づいた。うつしおと隔離おの境に咲く幻の花、己が追い求めている究極の花、真珠色の輝きを秘めた桜が一輪枝の先で儚げに揺れていた。幻の花を見た小田切慶は嬉しそうに微笑んだ。しかし花が彼女の手に渡った途端、小さな花弁がハラハラと落ちていく。ああ散ってしまいましたね。夕焼けの中、風とともに去っていった桜の花を二人は悲しげに見送った。あれからいくつきも経とうとしているが、慶に捧げる究極の花は未だ見つからない。それでも右京は諦めることなく旅を続ける。この体を蝕む病が命を奪うよりも早く、死の影が己に追いつくよりも前に、ただ彼女と結ばれることを夢見て。慶殿、この身が朽ちようとも、この思いだけは。